縦のエイムやっぱ難しいな。うん、あー、おお、オッケー、おお、楽しい。はい、こんにちは、ニュータイプです。コンビニで新しく出てたガンダムウエハースを買って、まあジオン系のモビルスーツ、ザク、グフ、ドムをねちょっと狙って引いたんですけどね、見事に全て外すという、これがオールドタイプということなのか。お菓子系もそうだけど、あのガチャポン系もジオン系のモビルスーツ絶対人気だから少ない気がするんだよね、やっぱり。どうなんですか、バンナムさん。はい、まあそんなことどうでもいいか。はい、モダンオフェア3のシーズン4リローデッドアップデートね、中間アップデート来ました。まあ相変わらず、この新マップ、新モード、まあ、新武器2種かな今回、ショットガン追加、スパスかなこれ、ショットガンとあとハンマーね追加されましたけど、まあどちらもあまり僕が多分使わないであろう、装備なので、今回スルーするかもしれません。それよりも気になるのこのビットパーティーっていうね、追加ルールですよ。まあ、ちょっとこれ早速プレイしていこうか。さあさあさあ、マッチングいたしました。はい、どうですか、これが今回の新、今回の新モード、ビットパーティーですよ、これ。キャラクターがビット調になっていて、マップも今回ファベーラだけ、この専用モードの、ビット調のマップになっております。まあ、まあね、すごくこう、アインフラクトみたいな雰囲気の、新モードですけども、かわいい。そして、皆さんお気づきでしょうか、これ、ほら。ポイーン。シュー。あ？後ろいる？ポイーン。そう、これ。ジャンプ力が上がってるんですけど、これ、ほら。もう、これはね、完全に、アドバンストウォーフェア、空中戦 COD ですよ、これ。空中戦 COD 復活。前作のモダン2にも、まあ、一時期こういうね、まあ、ジャンプ力が高くなるような追加モード来たんだけど、その時はね、なんか、ちょっと待って。その時はね、なんか連続キルするとランダムでたまにジャンプできるよ、みたいなシステムだったんだけどね。まあ、今回は常時、ぴょんぴょこできるという。ね、で、ジャンプ力の高さもすごい AW に近いような感じですよね。まあ、というわけで今回はね、まあ、AW といえば、やっぱりこのアッサルトライフルバルね。これ AW から追加された、武器なんですけど、まあ、今回このアッサルトライフルを使うことによって、もう、よって、もう完全にこれは、AW 復活。おい。おい、行く、おー、いいよ、これめっちゃ楽しい、これ。ちょっと、これ、このルール常設でいいよ。マジで。でも今回なんでこんなビット調の、ねえ、デザインになったんだろう。なんか元ネタがあるのか、海外の。それとも、マイクロソフトに買収されたことによって、マインクラフトつながりでこういう風になったのか。マインクラフトってわけじゃないと思うけど、ね。別にマインクラフトじゃなくてもこういうビット調のゲームはたくさんあるから。別にね、マインクラフトってわけじゃないとは思うんですけどね。いや、この、最近あまり使っていなかったこの、縦のエイムね。オッケー。いいよ。よー。スライディングジャンプ。スライディングジャンプするとなんかね、こういう風に、ちょっと連続のバニホンみたいなこともできるから、よいしょ。もう少しキャラコン極めたら、もっと動けると思うんだよな。指？なんか右にない一人？これ放置かな？放置だ。うわぁ、後ろか。ほい。よし、オッケー。新武器のショットガンのせいでマジでショットガンが多い。削って。スナイパーね。いやーこれ、もう感覚が AW、マジで。そこいる。よし。まあ、注意なのが、スライディングキャンセルしようとするとジャンプしちゃうから、スライディングキャンセルは、このしゃがみボタンを連打して、スライディングジャンプは、ま、普段通りの、スライディングキャンセル方法で。よいしょ。はしごも使っていく。OK、ジャンプで。わー、この打ち合いの時に常にジャンプする感じ、マジで懐かしい。このモード残念なところはね、ハードポイントとかドミネーションがあんまりなんか来ないんだよね。
あとキャラクターはね、そのガンダムとか別のスキンは使えないっていうところは少し残念ではありますね。まあこのジャンプ力が高いからね、なんか頭がでかくなってることに関しては特に何の影響もないというような感じですね。はい。おっと、なんかそう、後ろいるぞ。よし、で前ジャンプしながら行こうか。拡張マガジン必須ですよ。やべ、リスポーン変わった。 C とんでもない量来てるな。うわ、意外とみんな当ててくるんよなみんな空中戦やってた。よし、オッケー。で C で湧いてる。いや、後ろ湧きか。ショットガンだけ気をつけながら。上にいるね、これ。来てるね。 OK、 耐えていって、まだ上にいる。いや、まさらに上にいるやん、お前。上にいればいいというものではないぞ。はい、削って。普通よりはやりやすいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。よし、 OK。 僕の上にまだいるんだよな。スキードローン避けて、上にいるやつ倒して、やばいやばいやばい。結構やっぱ狙われるな。降りようか。よど、やべい。よし、うわ、また上いる。おもう諦めろ、いい加減諦めるんだ。なかなかね、連続キルができないのよね。よいしょ、まあ、AW ももう10年前のさ、ゲームですし、まあ、空中性 COD っていうのもね、もう、まあ、古いゲームになりつつあるんですけど、まあ、やっぱり当時やってた身からするとね、まあ、空中戦 COD もう一回やりたいよみたいな、やっぱ声が、ね、昔の人はあると思うんですけどね。まあ、海外の COD 的にもう COD っていうのは現代戦のみで行くような感じがするので、まあもう言ってしまえばもう唯一の現代戦、唯一のゲームですから、今本当にメジャーな FPS で言うとね。まあ COD はもう変わらないとは思うんだけど、まあこういう風に限定ルールで復活してくれたらいいよなーって感じがしますよね。よいしょ。というかもう限定ルールで復活するということは、今後空中戦 COD 出ない可能性があるという、こっちの可能性が高いってことですよね。おそらく。まあ、スレッジハンマーは、その AW っていうね、初めてのブースト COD が、を作った会社なんだけど、この、スレハンの、このブースト COD を作りたいという欲求がね、詰め込まれた限定ルールなのかもしれないですね、今回ね。いや、強い。アドバンスト UAV 出せるかな。いやー、連続キルが難しいのよ、連続キルが。はい。AW 思い出して。ちょ、はしごはいらないんだよ。おい、避けていくよ。で、たまにはね、こう、飛ばずに立ち回るのも刺さったりするからね。いやー。いや、なんか久しぶりにやると、縦のエイムやっぱ難しいな。うん、あー、おー、持ち帰って、よし。まあ、当時ね、やっぱブースト COD になって、もちろん、まあ、急激な変化だったから、やめてく人もめちゃくちゃ多かったですよね、ほんと。うん。だから今 COD をブースト復活させたら、やめる人がすげえ多いと思う、うん。適用するのが大変だったもんね、あれね。なんか左にいなかったか？いるよね。こっちで湧いてると思う。いるよ。ワンダン、ツーダン、アドバンス UV。オーケー、まだ湧いてる、こっち。ラストマグか。スウォーム出た、スウォーム展開。ちょっと誰か、弾ないか。なんでみんなショットガンとかスナイパーとか使ってんの。まあ、ショットガンは新武器のせいだと思うけど。あー、最悪。もう、連続キルが難しい。いけ、ファンネル。いけ、ファンネル。で、ファンネル出してからは自爆する可能性が非常に高いので、あんまり前に出ず行こうか。オッケー。
後ろか、そこ、もう一人、ラッツ、うわ、ラストのファンネル地獄やばすぎこれいけいけもう終わりか、え、もう終わりか、早くないか、いや楽しい、でも楽しいけど、これこんなに納金なね、ブーストの立ち回りしてたら普通の今の COD 下手くそになりそうだな。おい、右脇かな、 B 脇か、はい、もう一人、ナイス、これは下かな、下だね、ジャンプ打ちできる、 OK、 A はやらせません、ちょっと弾がないので補充させてもろて、 B はやらせん、アドバンス AV、 アドバンス UAV、 あー最悪、またスウォーム逃した、うーわこれ C 来るぞ、おおオッケー、トイポ4枚目はいかないか、100キルはいきそうだね、まあまあまあラストですからね、ナイス、ナイスコンビネーション、おお、なんかね旗を取るスピードが速いんだよね今思ったけど、わかるかな、こう旗乗ると一人でも結構進むのよ、ほら、でも早くね、あ、こんな進むのか、なんか旗がやけにコロ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 変わるのはそういうことか、来てる、無駄にジャンプしてみたりね、100キルはいったかな、あ、100キルはいってる、あーしよしよしよし、まあ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 ラストですからね、サクッといっときましょう、 C かな、 B 脇パンチキルもいけるよ、おい、エイムがゴミそこいる、よし、ラストキルだ、オーライ、レッツゴー、約8キル、 AW のスナイパーライフル、モーズちゃんでいきましょうか、ほっ、なんか、え、こんな揺れたっけ、あれ、なんか AW の時ジャンプしたらそんなにポップ揺れなかった気がするんだけど、あれかな、ちゃんとブースト仕様の、スコープの揺れになってないということでしょうか、これは、まあ、あの時はなんかサーマルサイトが強かった気がするんだけど、ちょっとこのサイト見づらいかもな、あ、よし、オッケー、3キルしたいね、とりあえず3連続1 2 3、あー、なんでだー、なぜ反射なんだ、あ、終わっちゃった、なんか終わるの早くね、まあ、この限定ルールいつまであるかわかんないからね、今のうちかな、うん、まあ、空中戦 COD 久しぶりにやりたい人は今やった方がいいかもしれない、というわけで今日もよかったらチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします、まあ、他にもね、ウォーゾーンも、なんかウォーゾーンも似たようなこうジャンプしたりとか超人パワー使えるようなモードが来てるのかな、というわけでお疲れ様でした、うん、バイバイ。